自動車の F1 シリーズ第5戦、中国グランプリ、GP は21日、上海で決勝が行われ、19番手からスタートした RB の角田裕樹はレース中盤に他社と接触し、リタイアした。ポールポジションから出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン、オランダ、が今季4勝目、通算58勝目を挙げた。E にマクラーレンのランド・ノリス。 イギリス、3位にレッドブルのセルヒオペレス、メキシコ、が入った。共同。